攻撃を受けた時にうっかりダクネスの声が漏れる。アルケーアニメ。そしてさらにですね、今回そのツイッターの中からシルフェットに関しても、こんなシルフェットは嫌だということで、はい、そうなんです。ちょっとご紹介していただいてよろしいでしょうか。わかりました、うん、愛ちゃん大勝利さんからいただきました。ありがとうございます。おー、かわいい。時にうっかりダクネスの声が漏れる。なるほど。あ、ね、ご褒美だーってやつね。ですね。だからシルフィーがううなんってなっちゃうっていうやつ。シルフィー、ね、なんだろう。でも、うん、悪くない。悪くない。なんかちょっとありかも、ね、ちょっと攻撃受けて喜んでるシルフィーはあり。なんだろう、新しく目覚める感じ。すごい、こうなんだよね。やっぱルディはそういう属性もいけるみたいなね。なんかね、うんうん、やっぱいろんなゲームを経験してきてますから、ね、いろんなヒロインを知ってるはずなんですよ。いやー、ありがたい。ありがたい。ダクネスのこういうところも受け入れてくれるかも。そうだね、ルディだったら。似た者同士だね、やっぱりね。え、どうしよう、しばらく会ってないから再会してそうなってたらどうしよう。ありえるよね。ありえるよね。ないないない。以上、チャレンジ企画、こんな主人公は嫌だでした。